今日ですね、はい、フラッシュアンザ大喜利というのをやっていきたいと思います。フラッシュアンザ、また大喜利ってことを考えたね。フラッシュアンザ大喜利、フラッシュアンザってわかりますか？わかる。あの、パッタの天才小学生がやってる。そうだ、数字がね、ポンポン、そろばんとかでやってたよな。数字がポンポン出てきて、それを全部足して、最後答え、まるまる正解みたいな。はい。その要領でちょっと大喜利をやりたいなと思いまして、いいね、今からですね、一人一人挑戦していただくんですけれども、うん、あの10代の大喜利お題を、あの間隔1秒ずつでパッパッと、フラッシュ的に見せていきますので、それを、覚えていただいて、お時間を、お渡しますので、その時間でその10問の回答を考えてください。無理だよ、多分で覚えるってこと。そうですね。なんででも計算でいう天才小学生はそれが全部できるので、お笑いでいう3人ならできるのかなと言っていきましょう。はい、はい、始めるのか。よし、行くぞ。はい。お前遠くからでもいけますね、やめろ。俺はそんなに慌てずとも大喜利できますみたいな言いますか？違う違う、お前らみたいに俺は焦るんだけど。簡単だから、ここが一番良かっただけよ。行くぞ。はい、来い。よーい、スタート。あ、花さん。終わり、もう無理、全然分かんない。ボーッ！全然分かんない。じゃあ、制限時間5分で10問お答えください。もう1問目忘れたんだ。その、全然わかんないみたいな時間欲しい。だ、覚えてるお題のものから書いてくるんだよ。そうですね、全然覚えてない。じゃあやりましょうか。はい、来い。高校入試で自分だけ合格、何があったの回答を出してください。あ、そっちか。これは大丈夫、1個目だしね。あー、俺ミスったわ。じゃあ自信ある人からいきますか。自信ある、いや、そのいろいろ怖いな。まあ、一応出そうか、じゃあいいよ。じゃあいきます。高校入試で自分だけ合格、何があった。試験官がウィンクしてきた。じゃあ、お父さん行きましょうか。高校入試で自分だけ合格、何があった。石原さとみのタイプが学校に行かない人だと判明。絶対に違うな。失礼します、行きましょう。高校入試で自分だけ合格、何があった。面接の時に椅子を蹴った。ちょっと分かった上で弱いね。いや、それ違う違う、これ不合格だと勘違いした。あ、なるほど。だとしてもよ。だとしてもこれ、だとしても怖いね。だとしたときは怖いね、これ実は。じゃあ次行きましょうか。はい、まあこれは、これはちなみに何のお題は、これは、え、それって分かってた。え、この、あ、お題分かった。上手です。把握した上で。だからお前が絶対違うって言ったとき、ドキドキした。絶対に違うな。一目で B 級作品だと分かる恋愛映画のタイトルは、の回答を出してください。はいはいはい、大丈夫です。これ大丈夫。はい。はい。いきましょう、鈴木さんから。一目で B 級作品だと分かる恋愛映画のタイトルは、野鳥よりも君が好き。あB 級、なんか B 級。見たことあるけど。後藤さん、一目で B 級作品だと分かる恋愛映画のタイトルは、またたくま。主人公の前からたくまとかなんだろう。たくまなんだろう。続きます。一目で B 級作品だと分かる恋愛映画のタイトルは、君が好きな僕と僕が好きな君たち。うわ。3人とも覚えてらっしゃったの。ね、覚えてた。なんかもう、まあ、覚えてる今度ね。次行きましょう。はい。全然嬉しくない褒め言葉を教えてください。うわ、答えが。そんなんないわ、俺。うわ、それか。行きましょうか、うん。全然嬉しくない褒め言葉を教えてください。じゃんけんでズルをした。やばいな。これはやばい。思い出しますね。全然嬉しくない褒め言葉を教えてください。グルテンフリー。
あれなんかそれっぽく聞こえるな。それっぽく聞こえるね。お願いします。行きましょう。全然嬉しくない褒め言葉を教えてください。親指の爪大きいね。絶対ちゃんと覚えてたな、これ。俺は覚えてた。覚えてない時超恥ずかしいな、なんか、うん、覚えてて滑るより恥ずかしかったな。覚えてる時はハードルもやばいです。そのあれ、滑った時覚えてないって言う。そう、まずノーリアクションで出さないとな。いいえっつって。行きましょうか。トランプでやってはいけないこと第20位を教えてくださいの回答を出してください。じゃあ、つぶじさんから、はい、トランプでやってはいけないこと第20位を教えてください。無言で途中帰宅。やばい。後藤さん、トランプでやってはいけないこと第20位を教えてください。七並べで矢切り。トランプでやってはいけないこと第20位を教えてください。上がるときカッコつけてロンと言う。これはどうだ。これは全員覚えてらっしゃる。俺覚えてた。これ覚えてた。もう覚えてらっしゃる。覚えてた。やばい。いきましょう。校内放送で突然のカウントダウン、何が起きる。あー、もうダメだ、もう全然ダメだ。お題の回答を出してください。はい。もう意味わかんない。大丈夫、奇跡起きる可能性あるぞ。鈴木さんが、はい、校内放送で突然のカウントダウン、何が起こる。遅刻しかしたことないたかしくんが学校に間に合った。はずい。じゃあ、ごさいきましょう。校内放送で突然のカウントダウン、何が起きる。アドベンチャー企業。あ、意味わかんないね。意味わかんない。伊藤さん、校内放送で突然のカウントダウン、何が起きた。サンプル品の取り合い。これはどっちだ。どっちだ。僕は分かった。分かってサンプルで。まあ、俺も全然わかんない。ああ、なるほどね。どっちも。マジ一番最後に書いたやつ。分かってたらすげえ面白い回答いけたわ。分かってたら言わんけど。まあそうだね、言ったらだってルールとおかしくなっちゃう、うん。じゃあ続いては写真で一言ですね。はい、じゃあいきましょう。はい、写真で一言、鈴木さんから。チェン、年賀されちった。じゃあ黒さんいきましょう。写真で一言。ハッピーな毎日送ろう。しっかりした毎日でいよう。それでいいのだ。こっちだろ。分かってないかもな。石橋さん、写真で一言。園長先生、経済の話すんなよ。全員分かってます。これはね、さすがに残る。続いていきましょうか。はい。入学試験で絶対に出ない問題とは。うわの回答らしい。ミスった。惜しい。かすった。入学式で、ね、絶対に出ない問題とは、これの読み方を答えなさい。かすった。いや、これちゃんと説明させてくれ。いきます、後藤さん。入学試験で絶対に出ない問題とは。ちょっと待って、連絡先聞いてもいいかな。入学試験で絶対に出ない問題とは。よくよく見ると紫。書いてこれは国語の試験でだと思ったんだね。はい、鈴木さんから。カレーにまつわる本当みたいな嘘をついてください。ジャンル、おでん。おー、いいな。ということをされてます。カレーにまつわる本当みたいな嘘をついてください。青森だ。白いカレー、茶がシチュー。いいね。しまさん、行きましょう。カレーにまつわる本当みたいな嘘をついてください。マヨネーズ色のケチャップ味。なんかギリいけてるけどな。問題は、全く客の来ない定食屋、うまい、安い、〇〇〇に続くのは。うわぁ、こんな定食屋。全く客の来ない定食屋、うまい、安い、〇〇〇に続くのは。
掃除機全く客の来ない定食屋、うまい、安い、〇〇〇に続くのはさすがにどういう意味ですか。どっちだ、これどっちなんだ。柴田さん、全く客の来ない定食屋、うまい、安い、〇〇〇に続くのはロンゲロンティの担保。下北の定食屋だ。下北の定食屋。僕は分かんなかった。え、これどっち？二人は。俺は分かってた。ああ、なるほどね。俺は全く。何が引っかかれば何でも面白いんじゃないかも。じゃあ続いてが、はい、最終問題です。はい、最後のお題は、あれ今日地球最後の日かも、なぜそう思ったでした。はい、鈴木さんが、はい、あれ今日地球最後の日かも、なぜそう思った。母ちゃんが朝から晩飯の支度をしていた。気合入ってるね。するけどな。あれ今日地球最後の日かもな、なぜそう思った。きんに君が筋トレやめた。それが最後だ。しばしさん行きましょう。あれ今日地球最後の日かも、なぜそう思った。ボールでカラオケ。それやっとかないと寝なかったってことなんだ。以上になります。なるほど。いや難しかったな。楽しかったね。楽しかった。楽しかった。楽しかった。ワクワクました。うん。楽しかった。はい。脳みそを取れなくなりました。ラッシュアンザオギリでした。私は動画を見てくれてありがとうございました。気になった方はチャンネル登録、グッドボタン押してね。概要欄に Twitter の URL もあるので、ぜひそちらもご覧ください。いいんじゃない、いいかな、こんな感じ、こんな感じ、はい、いけそう。じゃあね。